はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、こちらアシェットの週刊アルカディア号を作る、こちらの58号ですね。58号が届きましたので、こちらの作業をやっていこうと思います。はい、で今回も、左舷の組み立てになるんですけど、今回結構ね、組み立て進む感じになるんで、ちょっと動画が長くなるかもしれないですけれども、よろしければ最後までお付き合いください。というわけで、やっていきましょう。はい、では58号は、左舷艦隊の組み立て11、コントロール基板の取り付け、リモコンボックスを使ったテストということで、今回ちょっとね、いろいろ用意しないといけないものがあるんで、その辺をね、用意して作業の方をやっていこうと思います。はい、そしたら、まずなんですけど、この今回入ってるパーツの中のこの接続部品ですね。この接続部品を2つ出して、あとこの銀色の方のネジね。銀色の方のネジを用意します。よいしょ。はい。そしたらまずこれを、前にね、組み立てたこのパーツ。このパーツの裏側のどこ、ここか。こことここの2箇所に取り付けしていきます。はい、でこの時ね、ちょっとね、僕1個はめちゃってるんですけど、ここのパーツね、ここのパーツは外しておきましょう。はい、これ磁石でくっついてるだけですね。磁石でくっついてるだけなんで、ここのパーツ外してあげたら、この裏側に、このピンが出てるところがここにはまるようにセットしてあげて、でネジで固定していきます。ここと、ここですね。この2箇所に、よし、固定してあげます。2箇所ね。はい。で、次に、この T 型の接続パーツ、T 字型の接続パーツを、ここにセット。ここにセットしてあげて、これ、なんでこんなに長いんだろう。ここにセットしてあげて、またこの銀色のネジで固定します。よし、ここと映ってる？大丈夫？よいしょ。はい、この2箇所で固定してあげます。はい、まずはちょっとこれは一旦避けておいて、次に、このキールのパーツですね。キールのパーツを出してきて、ここに前ついてきたこのキールの片割れをセットして、これどう向きで作業しようか。こうセットして、またこれも銀色のビスで固定します。よし。てかてっきりね、ここ間になんか挟み込むもんなんだと思ってたら、特にそういうわけでもなく、普通にこうやって取り付けるんやったらね、もうこれが届いた時点でつけさせてくれたらよかったのにね。何のために避けてたんでしょうつけずに避けてたんかよくわからない。そういうことをするとね、なくすんですよ、パーツをね。他のやつでもね、何個かパーツなくしてるんでね、僕はもう実体験として言うんですけど、大体それで今回は使わないで取り置きしておきましょうとか、1回つけて、これは後の号で取り付けるんで保管しておきましょうっていうやつはね、何個かなくすんですよ。なんで本音言うとね、そういうのやめてほしいんですよね。もう届いた部品はその号でつけさせてほしい。その号か、まあ最悪次の号ぐらいでつけさせてほしいですよね。だからね、他でやってるやつでちょっと僕パーツをなくしちゃって、このバックナンバーで買おうと思ったんだけど、そのホームページの仕様がちょっとあまりよろしくなくて、でこうなかなかそのバックナンバーの5にたどり着けないから、もう売り切れになっちゃったんかなと思ってヤフオクとかメルカリとかで探してたんですよ。そしたらフォロワーさんがその商品名シリーズ名と号数で直接検索かけたらそこの号出てきますよって教えてくれて、で検索してみたらね見つかって普通に注文できたっていうのがねありました。ただまあそのね号の中に入ってる中で必要なパーツはこんなちっちゃいパーツ、プラスチックのちっちゃいパーツ2つだけだったんですよ。なんでその2つだけのためにね1800円だか1900円だか、あ送料も入れたら2000円ちょっとか2000円ちょっと払ったっていうね、非常にもったいないことをしてしまったんで、皆さんねそういうことがないように気をつけましょう。はい、そうこうしてる間に、このキールのパーツが取り付けできたんで、ここに次はこの艦隊支持部品、これを取り付け、これは特に前後の決まりはないみたいなのでここの定位置にセットしてあげて、でここもシルバーのビス、まあねなくすやつが悪いと言われたらその通りなんですけど、まあ、なくしてしまうような構成になってるというのもあまりよろしくはないとは僕は思います。だいたいね後からねこのパーツどの号でついてたかなって探すの大変なんですよなんでなくさないように気をつけてやりましょう。はい、そしたらここまで作業ができたらここにさっきのこのパーツを組み合わせていきます。で、ここがねここと噛み合う形になるんですけど、いろんなものが干渉するんですよ。なんでこうちょっと傾けた状態で干渉を避けながら奥まで進んでいって、でパチンとはめるっていう感じで、ここにピンがあるのでそこのピンの位置を合わせたところでクッとひねってあげるとパチンとはまってくれるんで、こんな感じで固定します。よいしょ。そしたら、この艦隊パーツをネジで固定していく。でまずはこの黒いねタッピングビス、黒いタッピングビスを使ってさっき外した部分の中に隠れてるネジ穴でネジを固定、ここで固定してあげて、で蓋をまた戻しておく。で次に上から1234かな、4箇所をネジで固定する。この後ろ側2箇所は銀色のビスで、前側2箇所は黒いビスで、相手の素材が違うんでね、使うビスが違うので気をつけて締め込みましょう。配線が邪魔。で黒いビスでこの前側の2箇所、こんな感じで固定してあげたら、これでね、この左舷のここのパーツね、ここのパーツの取り付けができました。こういう形。はい、そしたらこれは一旦このまま置いといて次の作業に行きます。よいしょ。でお次はこっちですね、こっちのこの甲板というか、なんて言ったらいいのかな、環状構造物、これの裏側にこの基板を取り付けていきます。でこれアンテナとかね折らないようにね気をつけながら作業しないとダメなので、つける場所がここですね。艦首側のこの部分でちょうどね画角の真ん中にこの部分が来るようにしたら、ちょうどこうテーブルの端からこの環境がねはみ出るっていう感じでちょうどいい塩梅になってくれましたね。で、基板をこういう向きですね、こういう向き、このコネクタが1個だけの方が艦首の方を向くようにしてセットしてあげたら、ここを黒いビスで固定。で、こういう形、こういう形で固定します。そしたら、ここに、各種配線をつないでいくので、どれがどれだ、まずねこの6ピン6芯のコネクターをここにセットで、この5芯のコネクターをここにセットで、ここにね番号が書いてあるな、番号が書いてあるから、その番号のところに刺していく感じかな。ちょっと待ってよ、なんかゴミが挟まってる。で、あれこれ説明書がなんか怪しいな。これ基板に書いてあるね文字どうも違うみたいですね。だからこれは無視して、この M5 っていうコネクターが、この部分、基板に書いてある文字は全部無視しましょう。で M2 の配線がここで、M4 がここ、ここで A11 がここですね。こういう形で今回の分は OK かな。はい、こことここは今とりあえず空いてる感じですね。こういう感じで取り付けてあげると。はい、そしたら36号に付属のケーブル、ちょっと待ってよ、それをつないで動作テストをしろっていうことなんで、動作テストはちょっと収録外でやります。はい、皆さんのお楽しみということで、収録外でやろうと思うので、とりあえず今回の作業自体はこれで終了かな。はい、これで終了になります。はい、そしたら、次の、59号、59号ではあれこれ写真が一緒だな、写真が一緒だからこれ多分これじゃあこれ今号のパーツか、ややこしいな。次59号は、艦首の組み立て4っていうことなので、ちょっとどこまで作業するかわかんないんですけども、来週も、今回の作業の続きっていう感じになっていくと思いますんで、また続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。後でねちょっと動作テストはやっておきます。はい、というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。